回は波動プレイヤーの服装についてお伝えしたいと思います。まずはシューズ。初心者の頃はランニングシューズで十分ですが、上級者になってくるとフットワークが激しくなってくるので、バドミントンシューズがおすすめです。続いて膝サポーター。低姿勢でプレーすることが多い波動では、体を支える時のクッションとして使用します。そしてリストバンド。特に女性やお子様など腕の細い人はデバイスを固定する際に必需品となります。最後にゴーグル。頭のデバイスを安定させるために、男性はバンダナを巻いたり、女性は低い位置で髪の毛を結んだり工夫をしています。ヘアピンは危ないので使わないようにしましょう。